今日はですね、神保町駅から歩いて5分ぐらいのところにある岩間餃子さんというお店に来てます。こちらあの餃子が有名なのかな、餃子と多国籍料理のコラボのお店みたいで、結構テレビとかでも特集されてる美味しいって話題のお店で、で今回はここで有吉ゼミで放送されていたチャレンジメニューがあるって聞いたので、今日はねそちらに挑戦します。エスニック系の料理めっちゃ好きなんですごい楽しみです。頑張ります。え、こんなボリュームあったっけ？ようこそ。すごい、すごいですね。全部熱々で出来上がることの方が一番って、はい、でちょっと差別して 4100g です。4.1kg ですか？はい、さっきまで 4300g ぐらいとか大体は可愛いからちょっと無視しました。今日のチャレンジのカレーです。カレーとか餃子とかチーズナンとかいろんな具材が載ってるチャレンジメニューなんですけど、40分間で食べきれば成功です。で総重量が 4.1 キロだそうなんで、ちょっと頑張ります。はい、よーいスタート。はい、いただきます。応援します。はい、40分ですよね。素晴らしい、素晴らしい。どうしよう、いろんなのある。ナスからいただきたいと思います。うん、ナスとろとろ。どれから食べたらいいのかわからない。チーズナン。うん、おいしい。ナンもちもちで美味しいです。餃子。あ、うん。餃子めっちゃ美味しい。さすが名物なだけあって美味しいみたいな。甘い感じで、すごい美味しいです。パンに煮込まれてるカレー、野菜の甘みがすごいしっかりします。お肉、ケバブ。パクチーめっちゃ美味しい。パクチーが最高すぎる。ラムハンバーグ、なんかハンバーグが入ってた。うん、新しい味。辛みたいなハンバーグ。カレー追加。はい、味変にケバブによくかかってるソース。あ、美味しそう。カレー食べやすい。熱かった。トマトも入ってる。うん、こんなさっぱりしていいと思って。
終わったんで生ラッシーをいただきました。ごめんなさい、失敗しちゃったんですけど、いただきます。めっちゃ甘い。普通のラッシーと違って練乳っぽい感じがするんですね。残ったものは残骸でゆっくりと食べます。今食ってるんですよ、うん。これがね、チェリージュースです。なんか店主さんおすすめのジュース、いただきます。うん、うわ、めっちゃうまい。好きなやつ。結構濃い。濃いけど甘くて美味しいです。飲みやすい。でも大丈夫です。いただきます。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。久々にチャレンジ失敗してしまって、すごい悔しいんですけども。でもね、美味しくいただけたので良かったです。味は本当に完璧でした。水道橋にある岩間餃子さん、ぜひぜひ美味しいので行ってみてください。今日はありがとうございました。最後までよろしくお願いします。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。なんかね、すごい久々にちょっとすごい申し訳なかったです。あと昨日、前回の次回予告なんですけど、そのあのつけ麺はね、また今度出させてくださいということでね、ちょっと1週間ね、今週はちょっとね、引っ越しがね、あの明日からちょっと引っ越すんで、またその動画も出します。ちょっと引っ越しがちょっとなかなか動画出せなかったです。ごめんなさい。バイバーイ。